なんか無謀だな。この前にも駅があるわ。ここは松山市。ちょっとね、全然わからないんだ。まあ、初めて見たのもんだからの。ちょっと路面電車面白くって撮ろうとしてるんだが、大改造。大改造じゃ、大改造やの。うん、面白い名前だ。うん、来た来た。松山。あ？松山駅。JR とのなんかもう一つ何かあるのかの。うん。もうまた来たぞ。ちょっと乗ってみようかの。もう何が何やら私も全然わからんから。うん、ここに地図があるわ。ちょっと見てみようかな。全然わからんからの。今現在地どこ行くかわからんが、乗ってみよう。松山市駅と JR があるんでの、できたら JR に乗りたい。 JR がいいかの。ちょうどいいわ。ドアが開きます。JR 松山駅、小松方面行きです。ミスターミスターミスター。
次は JR 松山駅前です。次は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 松山駅前
ごめん、いくらなんですか？ごめんね、100円でね。細かいのもな、50円か60円70円、はい、ありがとう。ちょっとの、これに分からなかったから。ここはの松山市なん、まあ松山市だの、 JR 松山駅、ちょっとのもう一つ駅があるいうことで市駅分かの、そちらが人気やかそうだの。うん、なかなかちょっと古びていての、ちょっと中見てみようかの。潮風12号、特急岡山行き、木更津小島終点岡山ですやからの、いいの、
松山はほとんど知らないからの。昔来たって言っても30年前、40年かな。うん、真ん中に松山城があるの。今ここだ。バディさん、バディさんってなんかの、私からしたらピオちゃんじゃ、ピオピオピオのピオちゃんじゃ。うん、ちょっと外を見てみようかな。まあ大きな都市には2つも3つもまあ電車が入ってきたりしてるから、まあここを見て松山全部分かったような気ではないし、そうは言えんの。市駅の方がなんか大きそうな、大きいというか賑やかそうな感じがするし、でもの電車といいバスといい、なんか全部充実してるの。充実してると思うよこれ。あの色といい雰囲気あるが、 JR 松山駅はちょっと繁華街から離れているのこれは。うん、まあそういうところだ。まっすぐ行けば松山城、右へ行けばの何か繁華街なところがあったぞ。